ヒースは日本のミュージシャン。兵庫県尼崎市出身。血液型は B 型。X ジャパンのベーシスト。ソロ活動時の名前はヒース。X ジャパンではヒースである。愛称はヒーちゃん。ヒース、2011年22歳の時、1990年5月に行われたローズワンド。 ブラッドツアーファイナル。日本武道館に出ずにヒデの友達でもあった友人に一緒に行こうと連れて行かれ、その打ち上げの時に初めて X のメンバーに紹介された。それまで日本のバンドのコンサートはあまり見たことがなかったが、その X のステージには劇的なものを感じたという。その後もちょくちょく、ヒデとは電話で話していたが、ヒデに、 とりあえず東京出てこいと言われ、考えたスウェーベース2本とボストンバッグ1つで、新幹線の自由席に乗り、混んでいたため3時間経ったままで、東京に着く。家には軽く、東京行ってくるとだけ言って出てきた。東京に着いて、ヒデに電話すると、本当に来るとは思っていなかったらしく大変驚いていたという。ヒース、2014年当時 X は、 新しいベーシストの一般公募と並行して X 側からも一緒に音を出してみないかとジャンル問わず様々な人に声をかけていた。ベーシストの条件は男性で一緒に音を出して楽しいかどうか感覚的に馬が合うかどうか俺たちとピッチが合うかどうかだった。公募の中には男性という条件にもかかわらず 女性も多数テープを送ってきていた。たくさんのテープの中から実際にオーディションに来てもらった人もいたが、なかなか加入に至るまでの馬が合う人はいなかったという。そんな中で、名前が上がったのがヒデの知り合いのヒースだった。1992年1月の X 東京ドーム、サンデーズの数ヶ月後、ヒデはヒースに電話をする。ヒースはのみの誘いと思っていたが、 ベーシストオーディション勧誘の電話だった。ヒースは、X が、新しいベーシストを探していることは友人に聞いて、知っていたが、当時は、自身のバンドであるメディアユースもあり応募しようとは、全く思っていなかった。そのため、勧誘の話をされてもヒースは、他のバンドのベーシストを紹介したりしていた。ヒースは、その後、自身のバンドへの迷いがあったこともあり、 入る入らないは別として、セッションならやりたいと承諾。結局、実際にはオーディションではなく、X メンバーの方からの希望で、セッションという形で、ヒースに来てもらうことになった。最初のセッションの時の演奏曲は、スタンディングセックス、ブルーブラッド、エンドレスレーン、ジョーカー、サディスティックディザイアーの5曲。その前日から、当日朝までヒデと、 ヒースが一緒に飲んでいたこともあり、ヒースは二日酔いの状態でセッションに参加。仮眠も1、2時間ほどしか取らず、ヒースは間違えても仕方がないと緊張していなかったが、ほぼ完璧に引きこなす。逆にメンバーの方が緊張して、下手なのがバレて舐められないようにしないといけないと思って、こちこちに緊張していたと語る。物おじしない性格や終わって、 片付けをして、じゃあ、結果は後日とすぐに帰ってしまったヒースに対し、ヒデと PATA は大物だと感じたと同時に、こいつは X にいてもおかしくないと思ったという。その日のうちに、ヒースのもとに、メンバーはヒースを気に入ったがヒースはどうだったかという連絡が入る。さらにしばらくして、やはりベースはヒースが良いとメンバー内で一致。すぐに、 ヒースに電話をするが、ヒースはその時自身で再結成させたバンドのこともあって、少し考えさせてほしいと言った。結局2週間いろいろ考えた末、セッションが楽しかったこともあり、決心して加入承諾の連絡をする。後のインタビューでヒースは、あの中にいて違和感がなかった、ピンとくるものが、X に対してはすごく強くあったと語っている。 加入が決まったのは1992年5月中旬、ヒース24歳の時であった。隠して1992年8月24日午後6時、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市マンハッタンのロックフェラーセンターレインボールームにて、X シンベーシストとして正式に紹介されることとなる。雑誌でのハイドのインタビューによれば、ヒースは初ライブが、 東京ドーム、初テレビ出演が、紅白歌合戦だったという。ヒースのベース、2011年、ブラジル。ありがとうございます。